イースト川はアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市を流れる海峡をアッパーニューヨーク湾からロングアイランド湾にかけての水域を指すクイーンズ、ブルックリンなどのロングアイランドとマンハッタン島さらにはブロンクスなどのアメリカ本土と隔てているかつては接続するロングアイランド湾もこの川と同じようにサウンド川として知られていたイースト川は 今からおよそ1万1000年前、最終表記の末期に形成された。川幅が極端に狭い地点があるのは、氷河の作用のためである。ロングアイランド湾からヘルゲートにかけての上流域は、湾になっているため川幅が広く、蛇行しながら流れる。ヘルゲートからニューヨーク湾にかけての下流域は、かつての氷河と平行にほぼまっすぐ南北に流れているが、 上流域と比べるととても狭くなる。メディアを再生する1903年に撮影されたイースト川の映像水質は悪く、飛び込んだり潜ったりするのは危険だが、近年になって改善してきている。また、市の環境保護部海洋科学局によると、潮の流れは4ノットくらいで、マンハッタンを挟んで流れるハドソン川と同じくらいのスピードであり、平均的な男性が流れに逆らって、 泳ぐのは困難である。ニューヨーク市一帯では毎年に3人が川で歴史する。近年では2007年に工事が行われ、潮の力は弱まっている。歴史上、川の下流域は世界で最も活気がある重要な海峡の一つで、特にニューヨーク市建設から3世紀の間は賑わった。昔は船が交通の中心だったが、1883年の ブルックリン橋開通後は往来がはるかに簡単になった。現在では船はマンハッタンとクイーンズの間でわずかに運行されるのみである。川の北部でブロンクス川が合流し、下流域ではニュータウン川が流入する。ニュータウン川はブルックリンとクイーンズの境界にもなっている。アストリア公園から撮影したヘルゲート橋とトライボロー,バー橋のパノラマ写真側には10本の 橋が架けられている。ここでは、北から順に列挙する。川には13本のトンネルが通っている。ここでは2006年7月時点の情報とともに、北から順に列挙する。ありがとうございます。